これは米満選手と天皇陛下から紫綬褒章をいただいた時の写真です。オリンピックの試合が8月の8日に終わって、そのオリンピックで優勝する瞬間までは、自分はイメージしてやってきたので、その後にどんな賞をいただいたり、どんなことが自分にどういうふうになっていくのかって分からなかったんですが、本当にオリンピックの力って、スポーツの力ってすごいんだなっていう感じで、たくさんの賞やいろんなところに読んでいただくことが増えました。その中で旦那、夫と一緒にもらったのが、いい夫婦の日の11月22日にもらった賞で、パートナーオブザイヤーという賞で、夫と一緒に今度は金メダルを取ることができました。これからはオリンピックの時にはたくさん支えてもらったので、これからは一歩と言わず半歩下がって夫を支えていきたいですというふうに言ったら、実際にじゃあ持ってくださいというふうに言われて、逆に自分がお姫様抱っこをした時の写真です。で、夫はレスリングでは、社会人では優勝したことがあったのですが、全日本で優勝することができずに、本当にオリンピックを目指していたけれども、自分も首の怪我で出場することができずに、自分に夢を託してくれたのが夫だったので、この時に初めての金メダルだっていうふうにはしゃいでいました。で、またこれは福島県の仮設住宅に初めて行った時の写真です。とまた岩手県の小学校に夫と一緒にオリンピックが終わってから行きました。私は青森の八戸の東北でもありますし、東日本大震災の時には、その甚大のたくさんの仲間が復興支援に行くのを本当にテレビから通して見て、その時私はまだオリンピックを本当に目指している途中だったので、そういう姿にも自分ができることは本当にオリンピックで優勝して、こう元気や勇気を届ける画面でしか届けられないですが、そういう姿を自分の試合から届けることしかできないけれども、本当に金メダルを取ってそれを伝えようというふうな気持ちになりました。で、今それがこう金メダルを取っていろんなところに回って訪問することができて、自分ができる一つなんですけれども、その中の復興支援かなというふうに思っていろんなところに回っています。ロンドンオリンピックを振り返って、自分なりにまとめてみました。ことが大切だというふうに思いました。またその大きい目標の中で、大きい目標を立てたら、その毎日の小さい目標を立てて、今日はこれをやって、あれをやってというふうに、こう小さい目標が積み重なって続けていくうちに、最後は大きい目標を達成することができて、またそれもやっぱりスポーツも何でもそうだと思うのですが、必ず結果は出るんですけれども、それがたとえ、レスリングで言ったら勝ったとしても負けたとしても、失敗しても成功しても、それまで一生懸命やった過程っていうのが自分の財産になっていくと思うので、途中で投げ出さずに最後までやりきるっていうことが大切なんじゃないかなということを感じました。とまたその目標に向かって徹底したイメージを持って、それもいいイメージだけではなくて、どんな状況でも自分が対応できるようにイメージしておくことが、こう焦らなくて焦りにつながらないんじゃないかなというふうに思いました。やっぱり自分が想像していなかったことに直面したときに、人っていうのはやっぱり動揺してしまって、こう我を忘れてしまうと思うので、いろんな状況を想定しておくことが大切だと思いますし、それもやはり経験がなければできないことだと思いますが、本当にそういうイメージを持つことが大切だと思いました。あとはやはり徹底した練習の中で自分を磨いて自分を知るということを、が大切だと思います。とやはりレスリングは格闘技なので、相手に勝つ前に自分に勝たなければ、最後自分に自信が持てなくて相手に勝つことができないと思うので、本当に練習鍛錬の中で自分を磨いて、その中で自分のいいところ悪いところを自分自身が知っていることが
大切なんじゃないかなということを感じました。本当にこれはすごく一番感じるところですが、一人の力ではこの金メダルもなかったと思います。私が落ち込んだ時には本当に一人で強くなったようなこう自信を持って過信していたところがあって、自分はこう誰に助け合ってもらえなくてもできるっていうふうな、そういう過信して、でこうそういうことに気づけなかった時期もありましたが、本当にいろんなことを通して本当に人っていうのは支えられて、そしてまた自分自身もきっと誰かを支えてここにいるんだなということを感じましたし、本当に自衛隊や家族やコーチやたくさんの人に支えられて今の自分がいるっていうのことを、また金メダルを通して本当に感じることが感じました。最後は本当に信念を持つことが大切だと思います。とこの信念という言葉を教わったのは初めて教わったのは私は父でしたが、本当に諦めなかったら夢は叶うということも父からずっと言われてきて、本当に一つの自分の信念を持ってそこに進んでいく中で失敗もあるけれども、そういう失敗を全て糧にしてこう進んでいくっていうのが、続けていくっていうことが大切だということを感じました。本当にこれが一番感謝の気持ちを持つことが大切だということを、大学校に入ってからは常々コーチや監督や学校長からも言われていて、感謝の気持ちを忘れないでどんなことにも進みなさいということを言われています。また今学校長から言われていることは、本当に苦しいことや辛いことっていうのは自分の人生のスパイスだというふうに言われていて、自分からどんどんそれを望んで自分の糧にしていけということを言われているので、その中で感謝の気持ちを忘れずに、当たり前のようにやっていることも当たり前ではないというか、こう自分が今こうして話していることも皆さんとの出会いの中で話すことができているので、本当に大学校に出会えていなければ本当に金メダルも取ることができなかったという、そういう気持ちを忘れずに、またそれを後輩たちに伝えていけるようにこれからも頑張っていきたいなというふうに思いました。これは本当に余談ですが、オリンピックを通してすごいな、オリンピックってすごいなって思ったのは、オリンピックを頑張ったらスマップに会うことができました。これは本当に最後なんですけども、本当にオリンピックが帰ってきて、夫も急にスマップスマップに出ることになったよって言ったらもうびっくりしていたんですが、本当に夢というかオリンピックの舞台以上にこれは夢なんじゃないかなって思ったんですが、で頑張ればスマップに会えるんだなってことを思いました。やっぱりキムタクはかっこいいなっていうふうに思いました。本当にオリンピックの際にはたくさんのご支援ご支援本当にありがとうございました。日本代表でもありますが、本当に大学校に入って自衛隊に出会うまでは本当に学生だったので、そういう日本を背負っているって気持ちは少なかったなというふうに感じますが、大学校に出会ってからは本当に自衛隊の代表として日の丸を背負うっていう、そういう重みをすごく感じてオリンピックにも挑むことができました。それも自衛隊も本当にまた今日は女性部会なので 女性の力っていうのは本当に絶対だし、そういう支えられて頑張っていっているんだなということをすごく感じました。これからもそういう気持ちを忘れずに、女性としてこれからは待っておりたので、女性らしく夫を支えて頑張っていきたいと思います。本当に今日はこのような場に呼んでいただいてありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。